1>, 1月14日に京都で行われた全国都道府県対抗女子駅伝。石川県代表の五島里野は、スタート前にゆっくりと目を閉じた。写真、石川県のために、笑顔で回想した五島里野の独走劇。サングラスを取ってたすき渡し、ゴール後には後輩ランナーを慰める姿も、私たちがたすきをつないでいる時の思いが、どうか石川県の皆さんに届きますように。 最後まで笑顔で助け渡しができますように、強い眼差しを前に向ける。合法と共に飛び出し、1km 手前で先頭に立つと、そこからさらにペースを上げて一気に独走体制を作った。1秒でも多く貯金を作って次の選手に渡すんだ、力強い腕振りと軽やかな足さばきで 3km の中間点を9分15秒で通過すると、後方の集団とは20秒以上の差がついた。 早くからレースを楽しみに集まった沿道の観客は、石川のユニフォームの後藤を見ると、石川頑張れ、と大きな声援を送る。その声に後藤は笑顔を見せ、こうするように力強く腕を振る。中間点を区間進記録ペースでほ進めたが、後半のだらだらと上り坂が続く厳しいコースにさすがの後藤も口を少し開き、苦しそうな表情も見せる。 しかし最後まで力強い走りで2位の千葉に35秒の差をつけて、2区のサルミダ・ユカにタスキを渡した。ユカ、頑張れ、とサルミタの背中に声援を送ると、安どの表情に変わった。自分の仕事流行りきった。最初から自分のペース、リズムで行こうと思いました。最初に突っ込んでも、苦しくなってからしっかり粘って走りたいなって思っていました。もうちょっとタイムが伸びていたら、 とも思うんですけど、コンディションは万全でなかったが、区間記録に10秒及ばなかったことに残念な表情も見せたが、18分49秒で自身2度目の区間賞と素晴らしい成績でチームを後押しした。後藤自身、決してコンディションは万全ではなかった。ちょうど1ヶ月前の12月10日に日本選手権の1万メートルレースに出場した。 そこで自己ベストとなる30分58秒83を出したものの、順位は4位に止まった。パリ五輪の代表権争いのかかった大事なレースの一つで、優勝を狙っていただけにショックは大きかった。フィニッシュ後には大粒の涙をポロポロとこぼし、タオルに顔をうずめた。ペースメーカーを務めた同じ資生堂のジェプングティチに、せっかくペースを作ってくれたのにごめんね、と泣きながら謝り。 いいよいいよ、頑張ったよ、と励まされる場面もあった。かけていたレースを終え、心身ともに疲弊した。今大会前に、すごいハイペースで練習をしていたわけでもないんです。日本選手権の後、ちょっと練習を落としてたりしていたので、自分の中でも、大丈夫かな、っていうのはちょっとありました。不安は気持ちで凌駕した。石川のユニフォームを着て走るっていうのが、 すごい力になりました。駅伝ってすごいですね。ふるさとからのパワーをもらった後藤のレースは多くの人の心を揺さぶった。